こんにちは、株式会社ポル代表のカモです。早速ですが皆さん、インターネット、太陽光発電、ゲーターレード、この3つの共通点分かりますか？実はこの3ついずれも大学の研究室初のイノベーションなんです。研究室から多くのイノベーションがこれまで誕生してきました。そして今後の社会の発展においても研究室が重要な役割を担っていると僕は思っています。しかし日本の研究開発は停滞傾向にあります。研究開発のアウトプットの一つである論文数では日本の国際的な順位は年々低下しています。現役の理系東大生であり、大学勤務者の両親を持つ僕は自分に何かできることはないかと思い、アカデミアの現状について調べてみました。するとアカデミアには人、物、金、情報の課題が山積みであることが分かりました。この領域にはテクノロジーが全然入っていないんです。僕は思いました。これらを解決できれば科学や社会の発展を加速できるのではないかと。そして僕はこのうちまず最初に人の課題を解決するため半年前にサービスを作りました。それがラボベースです。ラボベースは僕の先輩の一言から始まりました。研究が忙しくて就活するの大変だから推薦でいけるとこでいいかなと彼は言っていました。実際就活サービスっていっぱいありますが、理系学生の多くは就活サービスを使っていません。大体 の主要な就活サービスのユーザーの理系比率は約 17% となっており、これは全体から言うとほんの一部に過ぎません。じゃあ就活サービスを使ってない理系学生は一体どうやって就職先を決めているのでしょうか。彼らの多くは研究室 OB の紹介や大学教員の推薦によって進路を決めています。そして研究室とつながっている一部の企業に学生が集中してしまっているというのが現状です。つまり優秀な理系学生の多くが狭い視野、少ない選択肢の中でキャリアを決めてしまっているのです。一方企業側も困っています。理系学生を採用したい企業のうち約 40% が採用計画通り に理系学生を採用できていないという現状があります。彼らは求人情報を掲載しても就活意識が高い文系学生はいっぱい応募来るけど、なかなか理系学生が応募してくれないだったりとか、あとはこちらから攻めの採用をしようと思っても新たに研究室とコネクションを作るのが難しいと、そういった課題を抱えています。僕は理系学生のキャリア選択における機会損失をなくしたいと思いました。そしてラボベースを作りました。ラボベースは理系学生の研究内容やスキルをデータベース化し、それを企業さんがそこにスカウトができるというのを SaaS という形で提供しています。新卒のスカウト型サービスっていろいろあると思いますが、他のところと違うところは3つあります。1つは研究やスキルでスクリーニングができるというところ。2つ目は旧帝大プラス統計で 86% というかなりハイエンドな層を集めていること。そして3つ目は圧倒的なプロフィール充実度です。理系学生はだいたいこれぐらいの分量、研究内容や出した論文、スキルなどについて書いてくれています。このサービスリリースしてまだ半年ですが、内定者もどんどん決まってきています。例えば東大生の彼は登録して3日である有名企業からスカウトをもらい、そこから1ヶ月で内定をもらいました。従来ならば ES をいっぱい書いたりとか、合同説明会にいっぱい行ったりとかしてかなり就活に時間を使わないといけなかったのですが、彼らはラボベースですぐに就活を終えられたので研究に集中できています。実績です。リリースから半年で2000名以上が登録してくれています。そして2000名といっても普通の2000名ではありません。 86% が旧帝大プラス統計です。東大生では情報系機械電気系の学生のうち4人に1人が登録してくれており、北大や神戸大学では2人に1人以上が使ってくれています。一方企業様ですが、現在35社の企業様に使っていただいております。今の段階ではいくつかの基準を満たした企業さんのみに公開するという形でじわりじわりと増やしていっております。多分皆さん気になっているところだと思うのが、どうやって理系学生を集めているのかというところです。3つあります。まず私たちは4ヶ月で全国に100名の理系学生のインターンやアンバサダーと呼ばれる方を構築しました。そして彼らが研究室にどんどん訪問したり、キャンパス内でイベントを行ったり、学生団体と提携したりなど、なかなか普通の人材系の会社にできないようなオフラインの施策というのを各大学で実行してくれています。2つ目に、僕たちは理系研究の未来をデザインするメディアラボオンというオンドメディアを運営しています。そこから一定ラボベースへの送客も行われております。3つ目に、僕たちは
奨学金、自分がもらえそうな奨学金をめっちゃ簡単に検索できる機能や研究室の情報を簡単に検索できる機能などどんどんラボベースに追加していきます。ラボベースは単なる就活サービスではなく理系学生の情報インフラとして成長していきます。この3つで理系学生を集めてきました。この1年間で理系採用、新卒の理系採用でナンバーワンのサービスになります。しかし、ポルは単なる就活支援の会社ではありません。巨大で旧態依然な研究関連市場をテクノロジー使って変えていくラボテックの会社だと僕たちは呼んでいます。これらの課題を順番に解決していきます。これらの課題の裏にはいくつかの大きな市場が隣接しているというラボテックの市場の構造があります。海外ではこの領域にかなりたくさんのスタートアップがここ数年でできています。中でも、研究者向け SNS や、企業と研究機関をつなぐマーケットプレイスなどいくつか大きな事業に育ってきているものもあります。日本でも大きな潜在ニーズがあると僕たちは思っています。この領域でラボかける人材の領域でマネタイズしながら全国の研究者や、教員とネットワークを作り、それを優位性として周辺のラボテック領域に広げていきます。現在はフェーズ1で理系学生の囲い込みを行ってきたのですが、ちょうど今教員や研究室の囲い込みを実験的に行っており、かなり成果が出てきております。最後にチームですが、学生とあと経験豊富なメンバーのミックスのチームでやっております。共同創業者の吉田は59歳で37歳差コンビでこの会社を創業しました。他にも全国の理系学生メンバーを束ねて、誰よりも理系学生というユーザーに近く彼らを獲得して彼らとの関係を作っていきます。アカデミアの課題を解決し、科学や社会の発展を加速する。ご清聴ありがとうございました。